実はあのこの旧総学堂は1904年、3年でした。ああそうです。日本で初めてオペラを上演した場所なんです。で何をやったわけですか。グルックのオルフェオとエウリディーチ。オルフェをやったんですか。で実はその時の主役を歌った三浦玉樹が、歌ったんですけど、三浦玉樹がまあ日本で最初のプリマドンナって言われる人なん で、ねえー、あのそれでちょうどここがいいんではないかと。あなるほど。あそうですか、そういうことから言ったわけですか。あなるほど。ただ残念ながらこれオペラのメッカじゃないんですけれど、あの今この上野公園の一角にある東京文化会館、あそこでまあ外来のオペラほとんどやって、まあそこはメッカみたい感じなんですけど、まああのそこで日本でやってるオペラっていうのはまあ向こうでいうオペラの黄金時代とは違って、まあ一種のブームだと思うんですね。で、まあ外国で。あのの花畑で育った花を切り取ってきてこの、 あの花瓶に刺してっていうのが、まあ、日本のオペラだと思うんですけど。あそうですか、まあそれでよろしいですか。そういう関わりがあるいうことで、ここをお選びになったんですね。あそうですか。で今度、まあ、プリマドンナのことについて5本お出しになったんですね、ちょっと題名のご紹介からお願いします。オペラ黄金時代のプリマドンナ、まあ副題で名ソプラノたちの肖像ってなってますけど、あそうですか、まあこれドガの絵なんですけど、どういうところからその本を着手されることになったんですか。まああの自分でも古い録音とか、歌好きだったもんですから、そうですか、でなんか一冊にまとめておけないかなと思いまして、あそうですか、まあいろいろやってるうちに114人に増えちゃったんですけど。114人ですか、で実際その中で生でお聞きになった方は、まあね、15人ぐらいですね。ああそうですか、でもその15人の中で特にインパクトの大きかったのはやはりね、ビルギット・ニルスンですかね。そうですよね、あれはね、もう聞いてましたもんね、耳の鼓膜に直接ぶつかるような迫力がありまして、こんなすごい歌手がいるかと思いまして。そうですよね、もう亡くなられてだいぶなりますね、なりますね、でも2年ぐらい前になんかドキュメントで彼女のフィルムが流れてましたね、NHK の BS でね、それから本もね、電気も確か出たと思いましたけど。あそうですね、あ面白い本ですよね、まあ、あとマリア・カラスももちろんね、コンサートは聴いてるんですけど、まああれは音楽そのものより、まあ、姿を見て、まあ、往年の、どんなものだったかって忍ぶような感じのコンサートでした ね、あれは。そうですね、まあでも本当にニルソンも今や伝説の歌手じゃないですか。それからその中に出てくる私なんかは、まあ、随分昔の話だけれども、カーネギーホールという映画があって、高校生時代だったかな、パンと水筒を持って映画館で3回そうですね、普通の見るぐらい、当時の高校生たちにとって大きなメッセージがあったんじゃないですか。まああれもリリー・ポンスが出てましたしね、それからワルターだとか、すごい映画でしたね。そういう名指揮者がね、ハイフェッツのバイオリンとか、そうですね、そういうのが出て、あれはすごい映画で、まあ、音楽映画史上やはりね、記念すべき作品ですね。あれだ、そうですね。今でもあの映画見れるんでしたっけ、あの DVD？ 今 DVD でアメリカでは出てますし、そうですか、日本でもしばらく前にレーザーディスク、それを編集したようなのが出てましたから、 あるいは DVD になってるかもしれないです。そうですか、いやでもなかなかやっぱり、あのプリマドンナたちを、捉えるためには随分でも資料類を調べだったんじゃないですか。まあとにかく古い歌手ですから、記録をいろんなの見てもみんな違うんですよ、いろいろね。あ何年に何したとか、そういうのが、まあ人によっては生まれた年もわからないとか、そういうんで、まああちこち
何種類も調べてありまして、まあ、一応妥当だと思われることは書きましたけど、そうするとやっぱりあれですか、SP レコードなんかも参考になさったわけですか。まあ、SP はまあほとんどないですけど、まあ、あれが LP に LP に復刻したり、まあその CD にもなって、それの復刻して、まあそれの資料もだいぶ参考になりましたけど、もちろん。そうですか。へえ。随分そうじゃあのあれでしょ、時間かかりましたでしょ。まあね、時間的に言えばそれ一人ずつですからね。それなりの時間は使いましたけれど、まあ好きなもんですからね。で、まああのこれ114人あの国別っていうか地域別に分けてあるんですけど、これ全部見ていただくとね、例えばメトロポリタンオペラの歴史とかそういうものまであの一応分かるんで、あのなるべく全員見ていただくと当時のあのオペラの歴史、上演の歴史みたいのも分かると思います。あ、そうですか。 それはまあお求めになった方はぜひお願いしたい。そういうところで、そういうところを見ていただきたいということですね。そうですか。まあ私はあのオペラの他にオーケストラとか指揮者、そういうのに関心持ってるんで、まあオペラの関連した本と並行して、そういう例えば今ベルリンフィルの指揮者とか、そういうのをまとめてるんですけど、そうですか。そういうものを一冊にしたいなと思って。ああ、そうですか。じゃあ今もういろいろ下調べしてらっしゃるんですか。調べして CD レコードを聴いてるところなんですけど。ああ、そうですか。随分ボリュームがあるから大変ですね、聴くのも。そうですか。まあこれもあの第1代の指揮者のミキシから現在のラトルまで、まあ常任指揮者がいるわけです。その他にまあ主な客演指揮者、そういうものをひっくるめて、あ、そうですか。指揮者ごとにまとめたいなと思ってます。あ、そうですか。はい。